では前回袋帯の前半を私がどこかにうまく入らなくてなくてしまいましたので今日、袋帯の方を、きちんとして復習いたします。で今回の袋帯はシャレ袋になります。要は今日は顧問を着ております。これは友人の二次会に呼ばれたものですから結局訪問着とか、いわゆる留め袖だ色留め袖だとかいうのはあまりにも格が高すぎますので、顧問を着ていきました。吉村質店の吉村直樹さんと奥様の、美香さんご結婚おめでとうございました。大変楽しい、結婚披露宴でした。二次会でした。で、今から早速始めます。で袋帯は名古屋と違いまして幅を少し広げられるのが特徴です。で特に晴れやかなお席でしたら少し派手めに締めたいところですので幅を少し多めに取ります。でやはり傘が体の方に柔らかいシャレ袋はもう一つこういうソフトタイプの帯板をしますとピッチリいきますのでこういうふうな。で締め上げたところで手を後ろに洗って お気づきだと思いますが名古屋と僕に変わりません。はこんなに今はっきりてゾロ引いてます。でこれをですね先に樽を作ります。でこの樽が大体やはり人差し指になるようになっていきます。今こういう状態ですね。こういう状態です。はい、でここからこのようにして。やはり枕です。
状態ですね。